暗日という重力に魂を縛られたかの国の人たち、新日認定されれば売国奴扱いとなり、本人のみならず死死孫孫迫害を受けることに。そんな韓国ですが、このほど韓国の紙幣に描かれている偉人たちの絵を描いた人物が親日家だったことが発覚。現地は大混乱に陥ってるようです。こんにちは、世界の瓦版のエドワードです。現在韓国に存在する紙幣は5000ウォン、1万ウォン、5万ウォンの3種類。しかしその全ての紙幣を描いている画家が親日画家の作品だと判明。ついこの前は韓国紙幣のホログラムは日本製って大騒ぎしてたばかりなのに、肖像画まで親日家が描いてたなんてもうコントだよ。5万ウォンのお札に描かれているのは新サイムダン、16世紀に存在したと言われる女流画家で、子供の教育に熱心、韓国では良妻賢母の鏡と言われている人物。2006年1月2日より使用されている5000ウォン札にはゆるこいい、日本が朝鮮に攻めてくることを予測し軍人10万傭兵説を主張した人物だと言われ、彼が亡くなった後秀吉の朝鮮出兵文禄の役が起こったと韓国では言われています。でもさ、あんま言いたかないけどさ、あっさりソウル陥落されているのになんで英雄なの？この人が秀吉軍から国を守った基礎を築き上げた。それだったら話はわかるけど、何の貢献もしてないんじゃ？伊藤博文を暗殺した人物も国を守ったわけじゃないのになぜか英雄。どう考えても理解できないよね。子供に突っ込まれたらどうすんだろう。そして鳥を務めるのは1万ウォンに描かれているセジョン大王。日本でもおなじみハングルを独自発明者と言われ、小さい子供からお年寄りまで韓国人なら知らぬ者はいない、文字を発明しただけで超英雄。韓国海軍初のイージス艦の名前にまでなっている人物です。しかし最近の研究によると、ハングル文字は 100% 独創的なオリジナルではなく、モンゴルからの影響があったという説もあるんだとか。韓国人にとって最も精神安定剤となるセジョン大王。でもこの発明説が完全に覆されたらどうなるんだろう、この国。そして今回問題となっている紙幣を描いたのはチャン・ウソン画伯。日程末期に日本航軍入隊を奨励する作品を作って新日人名辞典に登録されてしまっている人物なんです。5万ウォン札のシム・サイムダン肖像画を使用した見返りとして、韓国銀行は新日画家の子孫たちに1200万ウォンを支給したと言われています。でもさ、それにしても新日人名辞典って存在すること自体恐ろしいよね。これから生まれてくる子孫全て売国の扱いになるんだよ。反日という重力に魂を縛られた者たちのエゴに押しつぶされ、結局はこんな悲しみだけが繰り返されていくのでしょうか。以上、最後までご視聴ありがとうございました。